こんにちは。今回紹介するのはウルトラ怪獣500のケムール人です。元々はウルトラ Q に出てくる宇宙人なんですけれど、その後ウルトラマンに出てきたり、あとはゼットン星人に改造されていることでも有名な宇宙人ですね。実は銀河に出てくるまではテレビシリーズではウルトラマンと戦ったことがない怪獣だったので、そういう意味では銀河のケムール人との戦いは面白かったですね。よく見ると頭の方にも目玉がついてます。可動は手と、それとケムール人の場合は腰もちょっと回すことができますね。最後にウルトライブしてみます。